や、そんなことないか。意外と最近増えてきたかも。目が悪くなったせいで、目が悪くなったってか、よく描けるようになった気がする。あ、今日ポッキーの日だからポッキーアバターなの。くまりもぱさん10周年の10ありがとう。なるほど、ポッキーの日仕様なんですね。メガネプラスお下げ、本当賢そう。そう確かにちょっとそんなイメージあるかも。制服着てたらね。そっか、11月11日はポッキーの日なんか。うまい棒にしました。何でもあり、もう棒状だったら何でも OK。 確かに1111、確かにワンだね、英語だったら。犬の日。このメガネは土入りですよ、ちゃんと。本物メガネ、ちゃんと銅入ってます。なんかね、なんだっけ、コンタクトを入れてない日はメガネなんですよ。学校行ってた時にですよ。去年さ、去年いつだっけ、いつからか分かんないけど、黒板見えない時はメガネつけてたんで、学校でコンタクトつけなかったからメガネ派だったんで。でもその時よりも目悪くなってる気がする。なんかその時は黒板見えづらいなって時だけメガネかければよかったのに、今はあれだもん、何にもしてなくても割とメガネがコンタクト入れちゃうから。あ、15分経ったら教えてください。あ、教えてもらわなくても出るか。昨日が3期生オーディションの応募開始日から1年だったけど、え、そうなんだ。え、ちょっと待って、昨日あれ、今あれ11月10日。あ、確かにそれくらいだったっけ。1年、そうなんだ。オーディション開始日から1年、応募開始か。そっかそっか。いつ頃応募したの？え、いつ頃だろう、わかんないな。見つけたのが、別にそんなオーディションのサイト見つけたのそんなに早かった記憶ない気がするけどね。そうなんだ、なるほど。でもオーディション期間って長かったんかな、短かったんかな、どうなんだろう。大ちゃんさん、明日ユータリーダス解禁な。そうなんですよ、楽しみにしててください。ね、ちょっと題名のインパクトが強くてなかなか想像できないよね、どんな曲か。
ゆっちさん新曲初披露楽しみだ、楽しみにしててください。私もね聞きたい早く。確かに配信の期間はめっちゃ長かったよね。2週間ぐらいあったくない？長かったです。3期延期生の密着動画とか見たい、あるの知らないかもだけど、あるの知らないだけかも。え、ないと思う。ないですね。ないないない。でもオーディションの時カメラ入ってたんですよ、ずっとずっと。うん、なんか入ってたけど特になんともなってないですね。応募した時に、あ、関拓さんってことね。決めてた、決めてなかったかな。なんかね、そのオーディションの時に結局2曲歌ったんかな。最後とその前に2曲歌っ最後とその前に歌ってるから2曲歌ったんだよね。最終は尾崎豊さんの曲を歌いました。2期OD以降そういう裏映像が表に出なくなって、そうなんだ。そうなんですね。寂しい。上がってた、上がってる方がなんか面白くないですか？自分もちょっと見たいかも。見たいですね。オーディションの歌とかダンスとか演奏、確かにダンスもね、そうだね、ダンス審査の時もね、いやでもうん、カメラあったと思う。そこも割とずっとあったんじゃないかな。待ってる間もあったから、だからきっと全部ね撮影されてたと思います。ダンス審査はね夢力を踊ったんですよ。夢力踊りましたね。今思ったら、あ、そういえばこの先生あのオーディションの時にいたなって思った。あ、私も1期生さんのオーディションのやつ映像見ました。見た見た。どんな感じなんだろうって思って、オーディションが気になったからめっちゃオーディションのやつとか見てた。なんか NMB さんのやつとかも見てた。いろんなグループのオーディションの映像を見てました。どんな感じなんだろうなって思って。秋元先生いないですよ。会えるかと思ったら全然いなかったですね。でもなんか AKB のオーディションにすらもうあんまり来ないって聞いて、あ、そうなのかと思って、なかなかもう会えない。そうそう、全然いなかった。会えるのかと思ってた。そう、秋元先生に会えるのを楽しみにオーディションを受けたんだけど、それは盛りすぎ？でもそんな感じだったんだけど、会えなかったですね。悲しい。
そうですね、確かになかなかレアで、レア新事業に入れ込んでるから、あ、そうなんですね、新事業に、あ、なるほどなるほど、確かにありえる悲しい悲しい、でも大変だよね、なんかすごいなと思います、本当にずっといろんなことをしてて、え、そうなの、誰も会ってないの、そうなの、え、そんなことあるんだ、一期生さんとか会ってんのかと思ってた、え、そうなの、え、一期生さんも秋元先生に会ってないんですか、あ、そうですよね、さすがに一期生さんは合ってるよね、あ、よかった、びっくりした本当に、うん、焦った焦った、そうだよね、さすがに一期生さんのオーディションは合ってるよね、私もそうだと思う、三期生はいなかったですねね、いつか会ってみたいですね。オーデビにオーデの再現配信してくれだって再現？再現？何があったかな？オーディションの日？何があったっけ？ダンス、でも先にダンス審査でしたね。先にダンス審査あって昼休憩みたいなのがあって、その後歌唱審査って感じでした。でも結構いたんですよ、その会場に。何人ぐらいいたんだろう。でもヒータンがめっちゃ最後の方で77番だったから分かんないけど、まあ、分かん、結構たくさん、まだその会場には結構たくさん人がいて、そうだからね、結構待ち時間がね長かった印象ある。シミヤさん17日の公演東京から見に、東京からわざわざありがとうございます、じゃあペンライト持っていく、わ、ありがとうじゃあぜひぜひピンクと、濃いピンクと赤にペンライトを染めて応援してくださいそうです、メガネ女子です会えるさいつか会いたいですね。リーチは有名人だいなってことは、有名人、あのあれ前も話した気がする、あのあの子に会いましたね、なんだっけ、あのこの前、あのめっちゃなんだっけ、名前思い出せないあの名前が思い出せないです、そのデューさんじゃなくて、あの顔抜きピンクの、あ、ほんとだ、じゃあそろそろ誕生日見ます、13位トウモロコシさんありがとう、12位ミサミサありがとう、11位や、あ、明日テストだったっけ、なんか検定みたいなこと言ってたね、頑張ってミサミサファイト、11位や杉崎さんありがとうございます、10位357050さんありがとう、9位マシンガーさんありがとう、8位ルパンさんありがとう、7位大津アトさんありがとうございます、6位高山さんありがとう、5位石剣マシンさんありがとう、4位おいでます元気さんありがとうございます、3位大ちゃんさんありがとう、そして2位トタミチさんあり
て1位はくまねパパさんありがとうございました。そうそう、明日はね幽体離脱公開ですから楽しみに待っててくださいねじゃあね、おやすみ。